杉並線は、かつて、東京都の新宿と荻窪を結んでいた都電の路線で、高円寺線と荻窪線を合わせた通称である。西武鉄道の西武軌道線を、東京都が買収したもので、都電14系統として、東京都交通局によって運営されていた。同じ青梅街道の地下に建設され1962年に全通した営団地下鉄荻窪線と競合関係となり、1963年と早い段階で廃止。都電では唯一線路幅が 1067mm だった。旧都電杉並車庫の現在は都営バス杉並支所となっている。西武軌道によるヨドバシ荻窪間の開業に、遡ること25年前の1897年12月8日に、堀之内軌道に対し角筈荻窪田無、所沢間の軌道特許状が下付されたことから、杉並線の歴史は始まる。しかしこの計画は、遅々として進まず10年後の1907年になり、会社が設立され、軌道が一部敷設され試運転が行われたものの、中断してしまった。その後も、1918年8月に、ヨドバシ荻窪間が完成したものの車両代金が支払えずというように、資金難に苦しんでいたが、1921年に、成子の軌道を電気会社である、武蔵水電が買収した。武蔵水電は、川越財界人を中心としており、1920年に、買収した箱根ヶ崎武蔵野間の敷設免許を保有している。川越鉄道と西武軌道のヨドバシ荻窪間をつなぐことにより、川越から都心に直通することが目的であった。ただ元西武軌道の路線は併用軌道であり、高速鉄道には向かないという問題点を抱えていることや、その後電力業界再編成の流れから、帝国電灯に合併され不要な鉄道軌道部門は西武鉄道に譲渡されるなど、川越財界人の影響力が減少していったことなどから計画は見直されていき、都心への路線は東村山高田馬場間に建設されることになり、計画は放棄された。1934年の大東京区分地図万分社間に見える停留場は以下の通り。新宿駅前ガード下から浄水場前引く、警察前から、茂子坂下ヨドバシ住友銀行前から、宝線、寺前、中野銀行前から登記所前引く、鍋屋横丁追分橋場西町天神前引く、妙法寺口高円寺馬橋松の木口から、西馬橋や佐賀や田畑、西州天沼荻窪最終時点は、以下の通り。括弧内は、現在の丸の内線の近接駅。ただし、西新宿駅及び東高円寺駅は、杉並線廃止後に新設された駅である。新宿駅前都電2000系時代の塗装に、復元された長崎電気軌道の電車1921年度から1923年度にかけて、単車14両を揃えた。その後は、ボギー車を増備し、1932年度に4両が、廃車となり単車は消滅した。記録が少なく一部を除き製造年、製造所、前歴等不明である。残された写真から、京都市電と東京市電の中古車がいたことが分かっているが、このうち組成が判明しているのが、京都伝統越前線から来た、元京都市電の3両である。買収時点では、前車が木造車だった。また、他の路線で、シングルポールビューゲル化が進行する中、杉並線のみ戦前と同じダブルポールを使用していた。各年の1日あたりの運転回数、乗降客数。営団地下鉄丸の内線に加えて、都営バスも完全並行の路線を持っていたため、廃止後は、後の第一次撤去以降と違って、都営では特別な代替路線を設けなかった。一方で民間の西武バスと関東バスは、事実上の代替となる。新宿西口代々木駅間の路線を開設した。しかし都営や営団に太刀打ちできず、1969年12月15日、限りで廃止となった。明治43年に発行された雑誌の記事には、堀之内軌道が計画より10年来ようやく、試運転したとして、蒸気機関車と客車の写真が掲載されている。また、堀之内軌道は、東京月島鉄工所に蒸気機関車を10両製作させているという記事もある。短期間営業運転をしていたと記述されている。元は、村山軽便鉄道が計画した路線。1924年に雑誌に掲載された、西武鉄道の広告には、路線図があり新宿荻窪間の新宿線と荻窪東村山間の免許線が描かれている。この時、西武鉄道は当時高田馬場駅を都心側のターミナル駅としていた西武村山線を新宿まで延伸させる免許をすでに取得していた。そして、この翌年の1952年には、角はず一丁目停留所の北側に暫定的な仮駅として、西武新宿駅を開業させた。西武鉄道は、角はず一丁目新宿駅前間についての権利を保有し続けることで、この区間を西武新宿線の延伸に利用し、国鉄新宿駅への乗り入れを計画していたのである。しかし、この計画は後に中止された。都電全体でも、最後まで残った木造車である。1948年に廃車された車両も含む。ありがとうございます。